こうやって来るの分かってんだからね、待ってないの、待ってないので、持たれたらやられちゃうんだから、だから来たら全然関係ないっていうふうにやりたいの。で、来たら持たれてからやるのは、これ初心者だけ、写真、こう、持たれ、がっちり持たれちゃって、待っててくれるから、やってんの。いや、だ初心者の、うちはこういうふうにやらないと、形がわからないから、やってんだけど、こう、がっちり持たれてもね、こう、できるようにしたいの。こういうとこ関係ないの。関係ないの。で、こう下げてくれば。それから、一息でやるってことね。こう来たら一息で最後までやる。最後までやらないと、途中で止めちゃう人がいる。止めちゃうと、あれ、行かねえやって。行かなくてもいいの。行かなくても一息でこういうふうに。なんていうのかな。一息で最後までやるってのはすごい大事だから、止めちゃうと分かんなくなっちゃう。失敗するのはすごくいいこと。それ失敗したら次失敗しないようにするんだから。で、失敗するために相手がいるのね。相手は自分の失敗を誘発してくれるためにいるの。だから、一生懸命持ってた。すごい、一生懸命持ってる。一生懸命持ってたら、この手やばいなって気がつくんじゃない？例えば、こうやって持ってたらさ、この手やばい。やばい。だから、資格入んなきゃいけないって、こういうふうに資格入って。それから、止めないでね、ここ止めないで。止めないで下に落として。で、足。それで失敗するの。失敗ってのはすごくいいことだから、だから失敗するために相手がいると思った方がいいぐらい。だからうまくいかないのは当たり前。で、お互いにプロじゃないんだから。だからそういう感じで、こうね、自分がまっすぐ。で、止まっちゃうの、止めないの。止めないの。あ、こういうふうに来たら止めないの。あ、ぶつかっちゃった。あ、でも足が自由だよって。こういうふうに入ってる。そういうことね。だから、下と上と、それでやってみましょう。そういう、下。下止めないの。最後までやるの。で、上。そういう形で。じゃあちょっと上と下。技によっていろいろ種類があるんだけど、こう来た。やばいなってこういうふうにやってんの。こう来たら、こう来たら引っ張り込まれてやられちゃうんだよね。だから、こう、やばいなってこういうふうにやってんの。そして四角。この四角ね。四角。彼の手が届かないところに来てんの。そして僕は安定してんの。そして隙間を見つけてんの。隙間。それでやばいのは手でやってないの。手でやると、こうやって、競争になっちゃうんだよ。競争したって、鼻一個ないんだから。だからやばいなって、やばいんだよ。そうしてこういう風に入ってる。で、ぶつかっちゃった、こうやってぶつかっちゃったとするよね。したら、ここぶつかっちゃった。じゃあ、ぶつかんないようなところに行って、それから、っていうふうに考えてるの。で、必ずぶつかんの。必ずこうやってやって、ああってやったらぶつか、ほら、ぶつかってよ。で、ここに来ないことが練習なの。ここはやりたくなっちゃうの。手ってのは便利だから、みんな、手を離して、肘鉄とかね。そう。で、手を使うってことは外に出すってこと。ね、外に出すってことね。だから、内に入ってるの、内に。そして、内に入って、内に、こう。手はなるべく使わないで、最後まで取っとく。最後まで取っとくの。で、ナイフとかそういうのは最後まで取っとくの。で、手で、ボディでさばけるんだったら、ボディでさばいた方がいいわけ。で、手はなるべく使わないで、っていう練習なの。練習なんだから、これね。練習なんだから。手でうまくやったって、何にもなんないの。で、なるべく中心。手は中心。こうやった時は中心。自分の中心。こっちじゃないし、こっちじゃない。ね、こうやって顔出してない。で、中心じゃない。で、やばいなって時は自分の中心。それで顔をこうやって、
肘が内側に入ってんの。そしてやばいの、やばいので、中心を守ってんの。こうやってやったら、こうやって、ああ隙間が空いちゃって出ちゃうんだからね。だからこうやってやって、これちょっと下がってる、下がってる、出ていかない。で、石が飛んできてるのに出て行ったらやられちゃうんだから。だから石、相手に合わせてこう入ってる。それからこう手を使うんじゃなくて、こういうふうに上から下、上ってのは自分の上、下ってのは自分の下、相手の方じゃない、相手ここだとね、相手がこっちになっちゃってるでしょ。で、下落ちないの、これ落ちないの。自分の下なら落ちる、自分の上なら上がる、そういうふうに考えてるの。だからここはなるべく力を抜いて、ここに突っ張って競争するんじゃなくて、力抜いて、そして自分の中心、そして下なら下、自分の下と遠くにやっちゃうと強いの、強いんだよすごく。 でも自分の下だったらこういうふうに、下だったらできるんだよね。だから力の原理じゃないけど、自分の中心に近いってこと、それと真ん中を守ってる、そういうことを意識してやらないとできないから、意識してやってほしいの。じゃないといつまで経っても手を使うと、うまく少しはなるかもしれないけども、手を使ったんじゃダメなの。だから手を使わないで、なるべく手を使わないで、ごめんね、そういうふうにやってほしいんだよね。だからなるべく、そのやってないと分かんないこともあるんだけど、やってると分かるから、相手がいるで、相手、僕の場合はね、必死になって正面打ちだから横面打ち打ってんの、これもう必死になって 100% に近いので、適当にこんなのって打ってないんだよ。こうやってきたらもうこうやって打つんだよ。そこをやるのが練習なの。だからいい相手っていうのは一生懸命打ってきてくれる人、打ってまともに打ってきてくれる人にところをこういうさばいてる、そういうことね。だから受け身の人は適当にこうやって受け身、ああ違う、俺がやるんだ、こうやってやらないの、もう真面目に打ってるって、そこをやられちゃうんだよ。そういうふうにやってほしいんだよ。まあそういうことで、じゃあ上と下やったんだね。じゃあどうしようか、あそうか。そしたらね、今度こう手使わないで足を使うの。足っていうと、こういうふうに近く来れば足使えるよね。で動いてもいいから、広いから、こうやって手でやらないの、やらないの。じゃあ足を使うの、足で、足を自由に使うっていう、そういう練習ね。じゃあちょっと塩投げやってみる。手つかみに来るじゃん彼、そしたら競争、必ず競争したいの、いらないの、手抜いてんの、抜いてて僕はこういう資格入りたい、手で競争することじゃないから、勝っても何にもなんないの、手勝って力あれやパワーリフティングじゃない、パワーなんだよ、こういう腕相撲とかね、力がある人にはかなわないんだから。すげえいっぱい人がいて、だから手の力を抜く練習なの、力を抜いて自由に動くの。こう来たら硬いんだよね、押さえてんだよね、押さえてないの、入っちゃうの後ろに、そして下に来て、で出た、でそれだけなの。だからここで競争することじゃないの、力を抜くことなので、重心をもらうので、そういうことを考えてやらないと、こう癖だから、こかって癖だから、いいのこうやって、全然手なんか関係ないんだよ、ここに入ってんだよ。
で手なんか関係ないんだよ、手なんか自分のまとめてるんだよ、まとめてるだけなんだよ、手競争すること考えてないんだよ、だからここに入ってんだよ、ここに入ってんだよ、手でやることは考えてないんだから、だから手をいかにぶつけないでその重心をもらうかってことだけしか考えてないの。だからそういうふうにやってほしいんだよね。まあそういうことで、真ん中だとか遠くだとか、遠くに手が行っちゃうと強いの手逃走しちゃうと、だから手を力抜くの、そしてまっすぐこうやって手が出ちゃうと強いのだから手を抜くの、手を抜くっていうのかな、手の力を抜くってことで自由になる、自分が自由に、手の力が入ってる限り自由になれないから、なだからいろいろそういうこと言ってるよね、言ってる人いるよね、偉い人はね、欲望と同じだ、欲望があると、だから欲望はない方がいいの、そうすると入ってくるとかね、そういうかそういうことなんだよ、だから同じなんだよ、だからこう手でやりたかったら手でやっちゃダメなの、手でやりたかったらね、手でやっちゃダメだから、 手を使わないでこういうふうに見せてんだけど、手反対、お全然この手なんか関係ないの、そういうふうにやってほしいんだよ、それで今度は手を抜いてこっちの手とこっちの手と両方ね、今はこういうふうに入ってきたんだけど、こう足自由にして入ってきたんだけど、こっちの手もね、こうやって抜いて、あ、こう引っかかっちゃったらこういうふうに入ってくるの、はっとっと、これ取れないなと思ったら、思ったから本当は取れてこういうふうにこっちの手と、本当はとこういうふうに入ってでこっちの手とね、そういうふうにやりたかったので、もう取れなかったからそういうふうに入ってきたんだけど、取れねえよって、だからしょうがないからこっち入ってる、そういう話なんだからね、だからまあ本当はだから本当はこっちで、あんまり出さないで、こっちの手だったら切ってこう、はい、こっちの手だったらこうぶつけないので、真ん中なの正中線なので、こっちの手でも正中線、まっすぐで自分の上、あっちじゃないよ、こっち下、こっちじゃない、あ、相手のこっちじゃない、自分がいいとこ行けるようになってから、上がれるようになってから、こっから上げたら上がらないの、向こうだから、自分の上がここだから、ここに上げるためにはこの手はやめて自分のところにつけて、だから上がってる、そういうふうにやってるのね、だから行くまでは待ってるってこと、手でやらないってこと、まあそういう稽古だから、だからやりましょう、今真ん中で自分のまあ競わないで自分が安定しててっていうのをやったんだけどね、今度はこう後ろ通るの、今度はこう後ろ通るの、後ろこうね、後ろ、それだけしか考えないので、後ろ通るときに途中後ろ通るんだけど、ここに自分のところっていうのはここね、ここにどうぞっていう形で、ここで待ってると来ちゃうから、だから後ろどうぞってここなんだけどここに落ちてくる前に自分がこういうふうにさばいてる、
そうどうなるかっていうと、こういうふうに来て、後ろさばいて、こういうふうに来てるの。ポンポン、ほら。さばいてる。そして、自動的に彼はリカバリーしてくるから。彼はリカバリーっていうのは、立て直そうと思ってるから。で、こういうふうに後ろ入ってきちゃって、これだったら、これだったら、これだったら、こっち来るか、こっち来るかね。どっちかな。で、こっち来るんだったら、こういうふうに来て、ボカって、ボカってこの手を使って、そうそうそう、ボカって来るんだよね。でも、こういうふうに来ていないんだから。いや、こう来た時にいないの。こう。そうするとほら、こう。彼を利用してるの。僕は何にもしてないんだけど、彼は勝手に倒れちゃったって、そういうふうにやってるの。ただ後ろに入っただけ、後ろに。こう、後ろに入っただけ。そして上がってきた時に、こういうふうに出したの。あ、後ろに。リカバリーしてくるのに合わせてるだけだから、やってるのは彼なのね。僕がやってないのっていうつもりでやってるので、そういうつもりでやってほしいんですよ。あの後ろ通るっていう、それだけしか考えてない。で、後ろ通って、これやばかった、やばかったら、やばかったら、ほら来て、やばかったらさよならって逃げちゃう。近くから逃げちゃって、僕が安定してれば彼はね、そう、まあ、絡まってくるんだけど、こうやってやばかったら逃げちゃってる。こうやって安定してた方がいい、そういうこと。で、後ろ通れるから、こういうふうにやってんだよね。そういう話。だから その優先順位、その来た時は僕は後ろ通れるか分かんないんだけど、後ろ通って下落とそうとか上上げようとか思ってないの。ただ後ろ通ってるだけで、彼が下来たら下来たの、上来たら上来たんだけど、ここではさよならするかもしれないのね。そういう話だから、あんまり最後のことまで考えてないってことだ。だからその場所で場所こうやってこう来たらさよなら、ほら、それだけで、たまたまこうやって来て、こう来たから、そうだから、こう下げなくてもいいよね。上がってきたから、こうやってこの手を使おうと思って上がってきたから、この手を使ってきてもいい。こう、まあ、それはその時に考えてる。だからこうに来て、こう落ちたから、あの入り身投げて落とせって言ってるんだけど、たまたま落ちたの、たまたま上がってくるかもしれないってことね。そういうこと。それでこうね、そして上がってきたから、こういう位置から自分が安定してて、いい位置からで、こういうふうに寄っかかんないでまっすぐ上がってきたから上から下に落としてる、そういう形。じゃあ入り身投げやってみましょう。放送するんですよ、みんな。ここでね、こうやってここやめるの、やめるってことがすごい大事なの。そうすると自分に足が動くの。ここを止めてると足が止まっちゃうんだよね。止まっちゃうんだよね。だから足を動かすためには、ここは力抜けてないとダメ。こうね、力、こういうところは力を抜くの。持たれちゃったら力抜くの。こういうふうに抜くの。そして下落とすの。自分の近いの。自分の遠くじゃ落ちないんだから。相手の方落ちないんだから。で、自分の下に落とすの。自分の下に。こう。自分の体重は彼は持ち上げられないの。あの、彼はね。持ち上げられない。だから足を抜くの。足を抜いて自分の体重を利用するの。ここじゃ利用できないの。こうやって。ほら、利用できない。いくら力あったって、何百キロか分かんないけど、それより体重の方が、自分の体重、こう近づいちゃって、こう崩れてからこういうふうに落とすの。そうすると、ここに体重が乗っかってんだよね。鉄棒と同じ。こうやってやってると、ここに体重が乗っかってんの。こうやってやってたら
こうやってやったら体重はこっちに落ちてんだけど、これは持てないよ体重、こう握力がすごい強いとか、この筋肉がパンパンに張ってないと持てないの。こうやってやったら持てるの、誰でも持てるの、こう自分の体重を支えれるの。だからこう、だから近くにしろって言ってんの。こう遠くだとできないから、できないから、そういう話のね。そう、競わないってそういうこと、競わないってそういうこと。だから自分の体重の中に入れてる、自分の中に入れてる、自分の中に入れてるってのが大事なの。大丈夫です。まあそういう話ね。じゃあ2つあるんだけど、あ、いやいや、こう来てね、こう来てで後ろ来たよね。でこう来てんだけど、こう来てんだけど、こう来てんだけど、こう後ろこういうふうに入ってきたんだけど、こういうふうに入ってくるとこの手こうに入らないの、やられちゃうから。この手、この手はこっち側の方が安全と、この手ね、この手、この足、この線に対してこっち側に来ちゃうとやられちゃう、やられちゃう可能性がある。だからこの線に対してこっちに出したいっていうことは、足が先、手が先に出ちゃうと来ちゃうから、足が先。それで見てる、そうすると来ない、で来ないからこういうふうに、こういうふうに相手の重心を奪ってくると、相手の重心のところに入ってくると、で足が先、こうやべえなって、やべえんだよってこういうふうに見てるの、こういうふうに、こういうふうに。そしてこっちに入れば入るほど来ちゃうの。だから来ちゃうなと思ったらこういうふうに入ってるの。そしてもっと来るよね、バーッと来たらこういうふうに落としてるの。でこの手を見てるから、こうやばいなってこういうふうに、だからこの線に対してこういうふうになってるの。でこうに来ると3強、こうに来ると1強の形になるのね。手のこっち側来ると3強、こっちから来ると1強の形。でも足が先、やばいなってこういうふうに見てる。あ、でも来ちゃうんだ、やばいんだよってこういうふうに来てる。そして頭が下がってこういうふうに来れば、こういう形。で、三強はこういう形。で、やばいなって来て、こういうふうに入ってくれば一強の形。こういう形なのね。だから本当は正面打ちでやってんだけど、正面打ちの稽古法としては正面打ちやってんだけど、そのやばいなっていう、やばいなっていうのを掴むために、正面打ちはもう直接打ってくるから、あの攻撃の形なんだけど、こう持たせて、それからやばいな、そう、それからこう後ろ入ってくる、後ろ入ってきてこうとかね、あの、まあ、そういう話。じゃあそれでやりましょうか。こういう風に入ってきて、こう見せて、こうやばい、でこっち見てる。そしてこういう風に入って、 この手を外してこういう風に入ってくれば、相手のこうに入ってくれば、ね、こういう風に入って、こちらからこういう風に入ってくればこういう形で、ここはこうに沿ってないの、いらないから捨ててんの、こう捨ててんの。そして中に入ってる、それだけ。そうすると一挙の形ができるから、こういうふうに足が先、そしてやばいな、そしたらここに入ってる、ここに入ってる。そしてこう取れなかったら取れないで三挙でもいいんだけど、まあ取れるからね、こう、そしてこう、そういう形でやりましょうか。一挙はこの手を止めるのが目的だから、反対のこう来てね、こう来て
向こうに押すとほら強いのすごく、だからこう捨てる、そしてこういうふうに入る、捨てるのが先、捨てるのが先、こういうふうに来て、こういうふうに来て、捨てるのが先、捨てるのが先、それから足が入る、こういうふうに、そしてこれ本部道場でも言ってたね、こうみんなね、ここをこう、これ強いんだよ、これ俺やってみなってこうやってやってたけど、やだ後ろ下がっちゃうんで、こうやって下がっちゃうよっていうふうに言ってんの、でもこっちへこっちへこうに来て、こっちへそうするとやられちゃうんだよね、外されちゃうから、だからこの手は捨てて、この手は捨ててこういうふうに入る、そういう形ね。じゃあ一回やってみましょう、どうぞ。最初の目標ってのは後ろ入って入り身投げと同じ、手を止めなきゃ始まらないんだから、手を止めること、手、この反対の手、反対の手、この手、この手やばいんだよ、だから手を止めるの、それから考えてるの、それ止まってそれからここ持つとか、こういうふうに入るとか、このまま引っ込めるとか、そういうこと考えてるんだよね。だから最初からその三挙の形でこういうふうにとか、一挙の形でこういうふうにとか、最初から考えてないんだよね。手を止めることしか目的ないの。ああやべえって、やべえってことはやばいんだから、やばい、こっちにいたら、この線のこっちにいたらやられちゃうんだから、だから線のこっちに来なくてね。そして手を見てるこう見てるのね。それからこういうふうに入ってくるとか、まあいろいろこういうふうに入ってくるとか、それからだから、何しろ手を止めるの、こういうやるときはこう取りに来た、で手を止めた、止まった、それを確認してからこう持ち替えてこう中に入っていく、そういうふうにやってほしいんだよね。最後まで考えちゃってるから、最後まで考えちゃってると、手を止めてこうやって、手を止めるの適当でぶつかっちゃって入れないんだよ。でも手を止めてそれからだと入れるんだよ。こう何もしてないけど崩れちゃってる。手を止めるの、だこういうふうに入れるに入るのも同じ、こうで、こうさよならするかもしれないけどさ、手を止めるの、まあそういう話で、そういう手を止めて、で失敗してあもらっちゃったらダメなんだけど、これからじゃもうどうしようもないの、これからじゃどうしようもないの、もらっちゃって死んじゃったんだから、だから死なないようにこういうふうに手を止めてる、それからこういうふうに入って、ね、後ろ入れるんだったらこういうふうにリミナーゲしてくるとかさ、こういうふうに入ってくる、こうやって手を止めてこういうふうに入ってくるとかさ、いろいろやってんだよね。こうやって起きて手が分かったらこうもう一回やるとかさ、やってんだよね。だからまあそういう話、じゃあ手を止めるの、手を止める練習だから、あとはまとめ、どうやってまとめるかっていう話、どうやってまとめるか、それだけしかやってないんだから、手を止めるのが味噌だから、手を止めていろいろやってみましょう、どうぞ。これが進んでくると正面打ちになってくるのね、正面打ちになってくるの。それで この手これ無視してこういうふうに入ってきちゃったらやられちゃうんだから、正面打ちでこういうふうに来た時にね、これ無視してたらやられちゃうの。だからこの手を止めるっていうのはこういうふうに止めてんの、こういうふうに止めてるってことは、この手に行っちゃったら、この手に
向こうの方に行っちゃったら彼は足を下げて、そうそう来るとかね、足を下げて逃げちゃうとか、逃げちゃうとどうしようもないんだよね。どうしよう、足を止めるってのは仕事だから、足を止めるってのはここに来ないで、こうに入ってんの、こうに。だから足止まってんだよね。向こうに逃げる余地ない、ないんだよ。こうやってやって、こっちからこうに入ってんだから、こうやって入ってんだから逃げ、余地がないの、後ろ逃げられないの。あのやばい時にこういうふうにやってるよね、こういうふうに出していかないんだよね。だから ここなんだよ。だからさ、やばいとこ、やばい、やばいんだよ。それここやばいんだよ。やばいけどこういうふうに入ってるの、こういうふうに、こういうふうに出していかないの、こういうふうに出してるの。難しいね。まあ正面打ちね、正面打ち、正面打ち、こういうふうに、この手は捨ててんの、この手は捨ててんの、こっち捨ててんの、そして自分が入ってんの、捨てて入ってる、捨てて入ってる。それじゃないとこの手と同じ方向行っちゃったら、足下げて帰って、足下げられちゃうか、下げられちゃうか、逃げられちゃう、おい逃げられちゃう。でこの手は捨ててこっち入ってんだから、そういう風にやってほしいんだよね。正面打ちの時はね、この手は捨ててで中入る、まあそういう話ね。それでこう入ってきたらこうでもいいよ、こう、要はこう、そして逃げる。そういう話。そして先頭が5っていう話があるんだけど、こう上がってきたらこうね入るとか、要はここセンター、ここセンター、センター、こういうふうにセンター、センター、センター。いつもセンター意識して。ずれてる人多いんだけどね。センターの、センター、センター、センター。そしてセンター、そしてこう。そういう感じね。でこう来て、こうセンターね、センター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 、そしてこう。そういう感じ。それじゃああと10分あるけど、正面打ちで、いや、いや、あの好きなことやってください。どうぞ。こう来て、こう受けないの、受けないの。上がってきた瞬間にね、上がってきた瞬間にこっち出てんの。だから受けてないの。受けるとこっち、受けてからこっちだったらこっち、俺力こうにかかってんだから、こう受けてこうやったらこっち戻っちゃうんだよね。こっち捨てれないんだよね。だから上げた時に、上げた時にこうやって捨ててんの。だから上げた時終わってなきゃいけないって、そういう話なので、打ち始めちゃったらこうやってやったらこっちしか出せないんだよ。ここに反発してるんだよ。この手はこっち出せないの。こっち、この手は捨てれないの、捨てれないの。こっち受けるしかないの。だから上がってきたらすぐこっち出してんの。だから全然な、こう上がってきたら向こうに出されちゃってんだから、おとっとなっちゃってんね。おとっと、こうやってやって、こうやって受けてきたら、こうやってったら下がっちゃうよ、こうやって。そういう話なんだけどね、みんな。だから上がってきた時に終わってなきゃいけないの。決断した時に終わってんの。決断して打ってくるんだよ、打たない待ってたらやられちゃうんだよ、やられちゃうんだよ。次こう来たら次しちゃうんだよね。だから上がってきた瞬間にこういうふうに入ってんの。だから全然
全然上がってきた瞬間にもう入ってんな入ってんな、そういう風にやってほしいんだよね。じゃあ呼吸法やろう呼吸それ稽古だからね、呼吸法、呼吸法、じゃあやりましょう、はい